劉備は徐州牧刀剣に食われ、彼亡き後の徐州を託された。誰もが力で乱世に立つ中、劉備は人望により地を得たのである。1年後、劉備は曹操に敗れ落ち延びてきた呂布を保護する。しかしこの恩情が劉備に災いをもたらすこととなった。呂布は劉備が演術討伐に向かった隙をついて放棄、可否城を落とすと、そのまま劉備から徐州を奪い取った。よって立つ地を失った劉備は南へと流浪、躍進著しい孫策を頼る。気質は異なれど、劉備に対し何か通じ合うものを感じる孫策。彼は高等制圧への協力を条件として劉備に加勢を約束した。かくして劉備、関羽、張飛は孫策らと共に可否へと向かう。鬼神の軍を相手に大徳の剣道将来はなるか。関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。孫策殿の力を借り、可否を取り戻す。協力して呂布を打ち果たすのだ。気合入ってるな、劉備。さあ、孫王の戦見せてやるぜ。孫覇王の部、さぞや頼みと同じを示される。何かの道を開く彼らであらねば。敵は可否の城によって戦う構え。ならば策を持って敵を追い詰めるわ。各隊、まずは周囲の砦を制圧せよ。それを足がかりとし、可否城を攻略する。もはやここまでか。加勢してくださる。手を示す。なれ、助かりました。援軍を呼び。さあ、来やがれ。お前なんてひとひねりだ。順調だな。ならば投石の準備を始めよう。よし、守備よく進んでいるな。残る砦も迅速に制圧せよ。なれ、天空の槍。その勢い、誰にも止められますまい。熟した。今こそ投石機で敵に追撃を加えよう。やべえ、石だ。奴ら投石機なんて使ってきやがった。はや、ここまでか。ザ
雑魚どもがくだらんて、俺が行って蹴散らしてやる。よくぞ、ここは我慢ですぞ。援軍が来るまで下手に動いてはなりませぬ。ですが、これではつらい。つらいのも確か。あの宝石器を壊しに行くとしましょう。防御できたぞ。相手せる。宝石器は絶対壊させるなよ。さあ、来やがれ。お前なんざ一人だりだ。宝石は敵の防備と心とを着実に削いだ。このまま攻撃を継続せよ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。我が知略部で天空満開できるか。Take it!
と思うなよ。やってくれるぜ。さすが兄者だ。さらに修練し、兄者を支えてゆかねば。